あ、ありがとう。かわいいだって。嬉しい。おしゃべり会の帰りというか、あの日おしゃべり会だったからね、普通に。こんばんは。イベント怖がってたのに参加するの。うん、これ強制参加だからさ。強制というか基本全員参加って感じだったから。明日公園行くよ。おなぎちゃんは何を狙っているの？そうだな、これ昨日のおしゃべり会でもめっちゃみんなに聞かれたんだけど、うん、何を狙っ、そうだ、なんかでもおしゃべり会みんなが、そう、完売してくれ、完売にさせてくれ、くれて、くださって、くれて。それがなんか嬉しかったから。なんか5位以内に入れればいいかな、的なとこではある。ごめん、まだ咳出る。3位以内に入らないと。うん、じゃあ3位以内に入りたいです。じゃあ。あ、喘息じゃないの、普通に風邪ひいてて、そう、まだ治りかけだから咳が出ます。イベントか、ショールームイベント久々すぎてさ、何すればいいのか分かんないんだけど、でも別に何かするわけではないから、ドラクエ語りますか。前からずっとドラクエ語る会しようねって言ってて、結局風邪ひいたりとかブースティーとかで全然できてなくて、お絵かきするイメージ、いやーちょっとね、紙がなくて昨日買おうと思ってさ、文房具屋さん行ったのになくて、結局買ってない紙。こんばんは。もう私の楽しみは来月のドラクエ新作ですね、もう圧倒的に。もう楽しみすぎて、どんな作品なんだろう次は。こんばんは。でも私的には本当にイレブンのキャラクターというか大好きすぎて、そう、3はやったことないだよね。私本当に本当に本当にイレブンのキャラが本当にみんな大好きで、なんか精神的に辛い時に支えになるのって
あのシルビア姉さんだよねっていう会社に一人いてほしい、ああいうタイプ。3やる前に1やっといた方がいい。そうなの？そう、なんかあれなんだよね2D が苦手で。本当に楽しみ。ドラクエ買うならどれがいい？そうだな。なんかね、私はね、あの本当に小学生の時に小学生の時に9をやってたのね。途中までなんだけど9やってて、それからパパの隣でちょくちょくちょっと見てるっていう感じでドラクエをそう見てたんだけど、実際に本当にちゃんとやったのは11で、そう、もうね、ハマっちゃった、どっぷり。なんで、なんだろう、なんかスイッチでパパがやっててドラクエを、そう、それで隣で見ててめっちゃ面白そうやんって思ってやったらめっちゃおもろかったっていう そう、音楽もいいんだよね。本当にちゃんと音出してやった方がいいよね偉い美人やなありがとう、嬉しい。そう、今日ね、ゆる巻き、今日っていうか、なんか最近めっちゃこの巻き方ハマってて、なんかこう顔周りの毛、この毛は普通にコテでくるってこうやって巻くんですけど、後ろはこうやってウェーブにしてて、めっちゃハマってる。簡単だしめっちゃ可愛いなって、最近ずっとこれしかやってないフフ巻き方講座、そうなの なんか髪を切ったんですよ私。なんかいつだっけ髪切ったの、7月頃に私髪を切ったんですね。それまではもう本当に長くて超ロングだったんだけど、そう、超絶ロングだったんだけど、切ってミディアムになって、そっからなんか結構ヘアアレンジの幅が狭まっちゃったんだけど、最近ね慣れてきて、扱いが、それですごい楽しくなってきた。でもなんかロングの時よりなんかミディアムの時の方が受けが良くてそう、切ってよかったなって思った
っちが好きなんですかね、みんな。なんか割とロング恋しいって人もいるから、どっちなんだろうね。でも私はめっちゃ今の気に入ってるけど。どっちもそう、どっちも良さがあるよね。嬉しい。やばい、なんかさ、配信がさ、配信自体がさ結構久々だからさ、なんか何話せばいいのか分かんない、恥ずかしくなってきちゃった。あ、やばい。弟が帰ってきちゃった。めっちゃでかい声でただいまって静かにしてって言ったけど全然静かにしてくれない。ねえ、おじいちゃんの声が大丈夫これ、めっちゃおじいちゃんの声するやん。すごい声する、壁薄いんですようち。もう全然うるさいんだけど。あー、もうダメだ、めっちゃ声する。やっと黙ってくれた。マジでうるさいな。ねえ、配信って何すればいいの？配信って何すればいいんですか？なんか私の中では結構話したいことがいっぱいあったのに、配信始めた瞬間にさ何話せばいいのか分かんなくなってきちゃった。私あるある。もうさ、部屋がさ寒いんですよ。秋だね。耳飾りかわいい。かわいいでしょこれ。リボンなんだよ。見える？なんかリボンに見えないよね。こうすると見える。これめっちゃお気に入り。何でも合っちゃうんだよね。
本当に昨日冬レベルで寒かった。私結構厚手のトレーナー着て行ったのに全然寒くて、外出たらびっくりした。本当にさ、急にさ寒くなるのさ、もう新潟あるあるだけどさ、そろっといい加減にしてほしいよね新潟って。私まだ秋っぽい可愛いこと全然してないんだけど、外で絵描くとかピクニックとかしてないんだけど、冬になんないで。まだ私ケイトラちゃんっていうあだ名のお友達がいるんですけど、その子ともヤヒコの紅葉を見に行く約束をしちゃってあとももちゃんとサホとナナともヤヒコに行く約束をしてしまって、私はなんて罪な女なんだって。そう、軽トラちゃんって言うんですよ。なんかドライブに行こうって、そう免許取ったからその子がドライブ行こうって誘ってくれたんですけど、迎えに来たと思ったら軽トラで迎えに来て、軽トラでドライブして、そっから軽トラちゃんって言ってる農家さん、なんかそういうわけじゃないんだらしくて、農家ではないんだけど、活動中は運転できないんだよね。そうなんだよ、実はなんかおしゃべり会とかで、そう免許取ってから運転してるってめっちゃ言われるんだけど、そう活動中はね運転できないから私してないんですよ。軽トラ運転むずそうだったよ結構本当に。そうペーパーになっちゃう、やっぱ事故ったりしたら大変だからじゃない多分。でもさ新潟さ車ないとさどこにも行けんよって話よね。なんか新潟市はバスとかあるから多少なんて言うんだろう、車なくてもまあまあって感じだけど、その下越とか、下越っていうか新潟市以外のもう上越とか中越なんて車ないとどこにも行けませんよ。あ、違う違う、運転のしやすさとかではなくですね、車ないとさどこにも行けないよね。だから車取ったんだけど乗れなかったから、結局あれ意味ないなってただの身分証明書になってしまった。そうなんかさ、でも新潟のさ電車ってさ冬さ雪でさめっちゃ止まるじゃないですか。そうするとさなんか電車もないだと車しかないからさどうすればいいんだろうね。雪っていうより
風で、ああ確かに。でも私は高校生の時にもう冬って学校行きたくないじゃないですか。なんか私の地域は本当に雪降るから、本当にもうなんだろう、もう本当にひどい時は立った時にこの胸のあたりまで雪があるみたいな、それくらい降る時があるんですよ。でもそれでも学校行かなくちゃいけないから、休校になんないから、でも電車が止まるとその電車組は行かなくていいんですよ、学校に。だからそれが私はめっちゃ嬉しくて、電車止まれ電車止まれって思ってました。わかる、弥彦線って本当にすぐ止まるよね。私さめっちゃさ電車にさイライラした話があるんだけど、なんか私どうしてもその日新幹線で乗りたい時間、もうこの時間に乗らないとダメっていう新幹線があって、でその新幹線に乗るために電車に乗ってたんですね。そしたらなんかそのなんて言えばいいの、他の電車が遅れてて、でその遅れを待つからその別にこっちは何もないんだけど、こっちもなんか巻き添え食らって遅れを待つことになっちゃって、新幹線乗れなくなっちゃって、そのおかげで私本当に許せなくて、それがだって本来なら普通にこの電車が動けば乗れたはずの新幹線が乗れなかったの、もう本当にムカついちゃって。まあでもどうしようもないから次の新幹線で行ったんですけど、ある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 なのか。そう、ちょっと苦い思い出があるんだよね電車には。関東でもよくありますよ。そうなんですか。うん。電車問題ね、だから私それが嫌でさ車取ったのにさ全然使えないやんけ。そう、行き動くのにさ帰り動かないとさ本当にさ何なのって思うよね。逆にしなよ、逆に集合時間早めに行く人、落ち着かないから早めに行っちゃうタイプなんですよ私。遅刻だけは絶対したくないタイプで。そう、集合時間が例えば11時だったとしたら20分前くらいにはそこにいたいんですよ、その周辺。そうだから本当に電車問題難しいよね。えらい、えらいじゃん、嬉しい。美人だな、知ってる。
出ますよ。そう、本当に電車あれだよね。でもさ、顔かわいいって言われてさ、あんまり調子乗るとさ嫌われちゃうからさ、あんまり言わない。あんまり言いません。鏡見て私美人だなって思う？すっぴんの時は思わないけど、すっぴんの時は全然思わないんだけど、本気でメイクするとめっちゃ可愛いな、大丈夫かって思ってなっちゃって、その街とか歩いてて、なんか反射するさ窓とかあるじゃないですか、ガラスショーケースとか見ちゃう、チラ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 。自意識過剰すぎて、チラ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 見ちゃうんですよ、ガラスに反射する自分を。本当に恥ずかしいんだけどさ。どの NGT の先輩みたいになりたい？もう私はどうしても宮脇さくらさんが忘れられないから、 NGT じゃないんですけど、私は宮脇さくらになりたくて。宮脇さくら一生ラブなんで、本当に変えられないっすよね、そこは。こんばんは。本当に本当にさ、私さ、あのさ、自意識過剰すぎるんだけどさ、めっちゃ今日私可愛いなって日、なんか周りの声をめっちゃ聞いて、え、あの子可愛いってそう言ってるのを聞いて、私のことかなっていちいち振り返るっていうこっぱずかしいことをやってるんですけど、実は。でも本当に可愛いってさ、人それぞれだからさ、めっちゃ可愛い、ありがとう。可愛いってさ、人それぞれだからさ。もうめっちゃ私のことが可愛いって思う人もいれば、そんな可愛いかって思う人もいると思うんだけどさ、こればっかりはね、しょうがないっすよ。なんか前髪が良くない。このさ、この数ミリのズレが大事。ふん。可愛いっていうか綺麗とか美人の方だと思う。え、そうなんだよ。私はたぬき顔になりたいのに。前髪大事。わかる。本当に前髪って大事だと思う。
もうさ本当に風やだな、歌歌いたいのにさ全然さ歌えなくて、喉がいつまでたっても調子悪い。え、すごい、みんな口笛はいける、口笛はいけるよ、多分4期だと私は圧倒的にアナの顔が好きです実は。本当に可愛いと思う。なんか初めて見た時からこの子めっちゃ可愛いわって思って、でもこういう話するとみんなアンナのとこ行っちゃうからちょっと黙っとく。今日の配信何しようかな。一応さ8時半までやって、あの未成年ができない時間を狙ってもう一回やろうかなと思ってるんですけど。10時から11時半を狙ってやろうかなっていうずるい作戦を考えてて今。アンナちゃんって歌がうまいって聞いてるけど本当？それは私に聞かないでアンナのとこに行って確かめてみて。ここ私の配信だからさ、大人の余裕、本当にそう。4期はねまだねお子ちゃまがね、お子ちゃまがいっぱいなのでね、大人の私が メンバーに聞くのが一番正確な情報じゃないですか。だから私に聞かないであんなんとこ行ってよ。本当に私4期の姉さんだからこう見えて。本当に私意外とお姉さんやってるんですよ、フラフラしてるけど。でもなんか意外とそのファンの方がそのなぎちゃんって結構お姉さんしてるよねって言ってくれるから嬉しい、嬉しいっていうか、お7位になった、わーい。ありがとう。そう本当にファンの方ってよく見てるなって思う、めっちゃ。凪姉さん、うわーお姉ちゃんって言われたいな。私弟がいるんですけど一回もお姉ちゃんって言ってくれたことなくて。呼び捨てなんですよ私のこと。しかも結構私末っ子の期間が長かったからお姉ちゃんに憧れてる。けど4期のみんなは誰もお姉ちゃんって言ってくれないんですよ。なんで私こんなにお姉ちゃんしてるのに。二十歳になったら二十歳のお祝いで言ってもらう。あーみんなにめっちゃいいなそれ。私
私サホにお姉ちゃんって言われたいから絶対言ってくれないんだけどさ、サホにお姉ちゃんって言ってほしい。実はね、嫌だよとか言って言ってくれなそう誰なら言ってくれそう。あゆとかあおちゃんは言ってくれそう。アンナ微妙い、アンナはめっちゃ照れそう。ナナは絶対言ってくれないな すっごいお腹鳴った今。たかしも言わなそう。たかしはね、意外とね、全然妹してないから、4期の中では。いや、ももちゃんは、ももちゃんに言われるのは違うな。ももちゃんはお姉ちゃんだから。年齢的に、性格的にも姉子なんで私の、ごめんね咳。もうやだ本当に咳嫌い。うん、ももちゃんは言ってくれそうなんだけど、あのちょっと違うちょっと違うな。配信でさおちゃんになぎちゃんのことをよろしくお願いしますとお姉さん目線で頼まれました。あー、これはダメだこれはダメだ、呼んでくれないわ。じゃあ、あー悲しい。風、この風はね引き始めじゃないんですよ。あのですね、ブースティーが終わって2日ぐらいして、あの熱を出して、若干熱あるまま全然行って、熱が上がって帰ってっていうもうね、もう壮絶な道を歩んできた風なので、こちらの風は引き始めじゃないんだよ実は。気をつけ、なんか本当に私疲れてる時に免疫が下がるみたいな的なこと、なんか迷信だと思ってるんだけど本当に疲れてると風邪ひいちゃうし、そうなんか普通の風邪でも高熱とか普通に出るんだなっていうことに気づけたから、みんなも気をつけてあの調子乗ってブースティー終わった後、夜更かししてドラクエとかやってたから、あのそれがね、その月が回ってきたというか、本当にバカなことをしたと自分では思ってて それは風邪ひくわって感じなんだけどね本当に今日って何日？ 10月21日？ やばやばくない？ねえみんな、年越しまでさあと2ヶ月って思って、やばくない？笑えないよね、だってもう2024年終わっちゃうんだよ。
私この前のことなんだけど、お正月私お正月さ、もうさ本当にさ2024年のさスタートの仕方やばくなかった？2024年呪われてるのかなって私思ってて、めっちゃ不安だったの覚えてるけど、もう終わるんだね、やば、終わっちゃうよ2025年。2025年はさ、めっちゃいいことあってほしいな。例えばいいこと、世界にとっていいことって何？空から猫が降ってくる。危ないな。むず、世界にとってのいいことってむずいね。めっちゃ値下げとか。いいことが分かんないんだけど、助けて。むずいな。さくらたんと共演、そりゃやばい。卵めっちゃ値下げとかね、あの昔の値段に戻ってほしい全部。あ、そうだ、選挙だ、私選挙行くんですよ初めて。選挙権初めて使うんですけど、今度選挙行く。選挙行くんです、ご報告。初なの、やばい、緊張する。選挙行きます。ねえ、でも去年は行ってないんだけどね私。そうだね、お酒も飲める年齢になっちゃう2025年。やばい、私2005年に生まれてさ、もう2025年だな、やばくない？普通にどういうことなの、私が20歳、私が20歳、どういうことなの、世界大丈夫？しかもさ、たかし見ててめっちゃもう、あ、受験シーズンだって。受験シーズンなんだが。私受験本当に辛くて辛くて、私だけなんか夏休み、夏休み普通に夏から塾行き始めて、中3の夏に。で最初は1日2時間だったんですよ、2時間で。でももっと勉強しないとってなるじゃないですか、受験って。でもう冬のこの期間、12月とかにはもう週5で5時間とか塾行ってて、でその塾の先生が私のお姉ちゃんのお友達で、お姉ちゃんから「あんた塾行きすぎって引かれてるよ」って言われて、ちょっと恥ずかしかった覚えが。でも私国語がどうしても点数が良くて、
国語はもう勉強しなくてもいけたんですよ全然。けどその塾の先生が国語の動画みたいなのを見てねって言ってくるから、あのその時間は睡眠時間だと思ってありがたく寝かせていただいてました。そうバレないように寝てた。英語はできた。そう英語はね、私意外と得意なんですよ英語。でも長文読解が本当に嫌で、頭痛くな、なんかちっちゃいんですよ文字が、本当にちっちゃくて、もうなんか見るだけで頭痛くなってくる、あの文字ってか文章。でももう卒業して何ヶ月、 3月に卒業して今11月になるからもう半年以上勉強から離れてるから、もう多分勉強できないと思う本当に。高1の問題集とか出されたら半分もできない気がする。でもそういうもんだよね。うんね、多分ね、分かんないけどしないから勉強。生物は得意だもんね。いやー痛いとこついてくるの私生物本当に嫌い。痛い思い出があるからね生物に関しては。学力テストやったし、でも本当に4期で学力テストやるよってなったら私ちゃんと勉強しに行くよ。見下されたくないからね。でもたかしが1位なんだろうな。たかしか、あ違う、7だ。7めっちゃ頭いい。あの時完璧に覚えたって聞いて、いや違うんですよ、その苦手なんです。なぎちゃん1位になりそう。それは絶対ないマジで。私の学校は普通にもう平均、偏差値がど平均だったから、もう中3の数学とか私できない気がする多分。どうなんだろうね、やんないと分かんないけどできる気がしない。抜き打ちもやりたくないし。4期生って誰が賢いの？でも私の話を聞く限り7が一番偏差値の高い学校に行ってた。その次作法かな、わかんない、どうなんだろう。たかしもめっちゃ頭いいと思うし、私は多分ど真ん中だと思う。または下か。妹たちの方がね賢いので私はちょっと小さくなってしまうよね。ね、中学生、まだ中学生なの？嘘でしょ？あれ？私もこの前まで中学生だったのに、おかしいな。
私ってもう二十歳になるの？めっちゃお腹鳴るんだけど。え？たかしってまだ中学生なの？え、私ってまだ、あれ？あれ、私って中学どころか高校卒業してもう1年ぐらい経つの？え？どういうこと？やばくない？それって何？え？あれ？あれ、私だってこの前まで、この前まで制服着て勉強して追試とか言って課題答え見せてとか、え、言ってたんだけど、え、やば、笑えな、やばい、それめっちゃやだそれ。私 JK じゃないんですか？しかも待って、私この前まで中学でさ、中学、え、私この前まで中学校だったのに、あれ、やば、待って、中学卒業からさもう5年経つってことでしょ？やば、やばい、本当に笑えないかも。え、私この1年何してたっけ？将来の夢は、普通の幸せを手に入れ、普通に暮らし、普通に贅沢をすることです。待って、嘘でしょ？ショックなんだけど、めっちゃ。え、待って、10代終わるの？え、10代終わんだ。え、やばい。え、本当に記憶飛んだ。あれ？嘘でしょ？え、やばい、マジでやばい。え？やばいな、笑えないな。え、20代女性になっちゃうってこと？ねえ、やだ、うん、やだよ。私だってさ、20代にもなってさ、こんなさ、シール帳パンパンにしてるやついないでしょ。見て、最近のシール帳。超可愛くない？私のお気に入りのシール、これ。おはじきシール。これやばいんですよ。ずっと欲しくて、メルカリで800円くらいで買おうかなって思ったら、なんか、子供向けのお店にあって、めっちゃ高くて、500円とかだった気がする。懐かしいよね。え、そう、水入ってるやつね。これなんだけどさ。これをさ、交換するにはさ、それなりにいいシールをあげなきゃいけないとかいうルールがあった。やばくない？もうさ、こんなのがもう20代か。笑えな。これガチの当時のシール。これはグアム行った時にもらったシールです。あ、剥がれちゃった。
え、なめこのねぷっくりシールはないんだけどね、これはある。いや、時の流れって早いですね。本当に。寂しくなっちゃう。なんか私、今日っていうか、お風呂掃除をしてて、まあ、今日なんですけど、お風呂掃除してて、なんかワンチャン歌えるかなと思って声を出してみたんですけど、全然歌えなかった。ああ。ももちゃんとずっと純情主義やりたいねって言ってて。悪いけど。わかる、この喉の調子の悪さ伝わる。声が出ないの嫌だよね。純情主義見たいでしょみんな、私たちの純情主義。パパが言ってたわ、散らしなさい。ねえ、かなうといいな。ももちゃんとやりたいな。純情主義。ネギって珍しいよね、風邪みたいな。そう、なんかよく言われるんだよねそれ。なんかさ、あの結構いろんな文字に似てるじゃないですか。これさ、なんかこれめっちゃ何回も話してるんだけどさ、なんか私なんでだろうね、なんかうろ覚えだったのかな、なんかメルカリに私たちが出てる BLT の雑誌が売られてて、そこに関根山なぎって書きたかったんでしょうね。あの関根山売りになってて、どんだけうろ覚えなんだよって思ったけど、確かに似てるわ。ウリとか爪とか風とか。本当に許しないんだけど。名乗って、逆に私大歓迎するけど。残酷な雨はめっちゃ歌難しそうだよね。でもそう似てるんだよ、凪とウリ。全然やばい、めっちゃお腹減ってる、めっちゃお腹鳴る、恥ずかしい。もう寒すぎてさ、布団かぶってる。実家感あふれる布団。めっちゃ鳴るんだけど大丈夫？やばい、ビリッケツになっちゃう。あービリッケツになっちゃう。これだからイベントは苦手だ。大丈夫。めっちゃ鳴るんだけど恥ずかしい。いつだっけ最後にイベントしたの。ビス？ビスじゃない。
あ、S かわいいか。あの時は社学行ってて全然あれだったんだよね。うん、めっちゃお腹鳴るやん、恥ずかしい。なんか順位気にしたくないけどさ、気にしちゃう自分がいる。でも私このイベント終わったらお礼配信もちろんする予定なんですけど、なんだっけ、なんか最近覚えたんだけど投票機能使おうと思ってて、あ、なんだっけ、ギフトが投げられなくなるんだよね確か。それを使おうと思って、それでお礼配信をしようかなって思ってるんですけど、これってありなのかな。あ、オフライン完売しました、ありがとう、みんなのおかげ本当に。そうそう、それも忘れてた、本当にみんなのおかげ、めっちゃ本当にめっちゃ言うのあれだったんだけど、言ってからもうすぐ完売になってめっちゃ嬉しくて、みんなと話せるの楽しみにしてます。 2,3 部もお待ちしております、もちろん。嬉しい、本当に嬉しかった、初完売だって思って。だからこそどういう部にしようかなっていうのが難しい。よかった、たくさん会いに来てください。本当にコメント動いてない？どういうこと？動いてる。いつも通りでいいと思うよ。いつも通りでいいのかな、もう最後の最後だからさ、特別なあれにしたい気持ちはある。てかなんかめっちゃ鳴るな。なんか今気づいたけどさ、配信のさ壁っていうか背景めっちゃハロウィンなんだけど、ハロウィンだ、すごい。特別なおかついつも通りで、どういうこと？一番むずいやんそれ。え、マジで今気づいた。すごい、めっちゃハロウィンだ。ハロウィンっていいよね。私はハロウィン仮装する予定だけど、する予定ではあるんだけど、何がいいですか皆さん。私東京でメイド服着ちゃったからさ、ハロウィン公演ないじゃん、私に言われても。やばい、お腹減った。ご飯何かな今日は。すっごいいい匂いがするんだよね、言葉にはできないけど。魔女生写真でやりました。赤ずきんもやったし、キョンシー、あ、キョンシーいいね。でもいつだっけ、なんかどっかのお話し会で私デビルやるんですけど、オフラインだったかオンラインだったか忘れたけど、あ、この前のオンラインかな、あれ
覚えてない。でも7と天使と悪魔する予定なんだよね確か、どっかで7が天使で私が悪魔。なんか私東京のおしゃべり会でも天使やったし、あのハイブ長岡でも天使やったんですけど、あの悪魔の方が似合うんじゃないって言われて、確かにって思っちゃった自分がいるんだよね なんでだろう、確かに本当に悪魔の方が似合っちゃいそうなんだよね性格でも青春天使が本当に好評、みんなさ青春天使っていうワード好きでしょぶっちゃけ。だって私がさキャッチフレーズちょっと変わったじゃないですか。今までは甘くて酸っぱい青春天使なぎちゃんっていうのがコールだったんだけど、あの変えたんですよ、ちょっと甘くて酸っぱい青春天使にしたんですけど、みんなめっちゃ元気よくて、あれこっちの方が良かったのかなって思って変えてよかったって思いました。そう、この前のトークショーでも青春天使ってみんなが言ってくれて、しかもみんながめっちゃ元気よく言うから、あまりにも変えてよかったのかなって思いました。自分では言いたくない、言いたくない、恥ずかしいんですよキャッチフレーズで。手振りもつけたんです、気づきました？皆さん手振りついてるの気づいてなさそう甘くて酸っぱい青春天使にしたんです、違う、甘くて酸っぱい青春天使にしたんですよ。手振りハートわかる結構変わってる、気づいた？やったよかった、気づいてたみんな気づいてないと思ってたよ、めっちゃ良き。なんかみんな手振りあるから私も欲しいなと思って、でも結構おしゃべり会とかでキャッチフレーズやってよっていう人が多いよね。私に対するハートだと思って見てたなるほどね、そういう見方もあるよね。実際みんなにやってるんだけどね、これこれね、いいよね、かわいいよね、ハート。私ハート書く振り好きなんですよ、マックスの最後とかタラララララタンチャチャンチャン、喉が調子が悪いですね。未だにこのリップ使ってます、ペリペラの。ハートが似合いすぎ、嬉しい、ハート大好き私今これ使ってるスマホケースなんですけど超可愛くない？
なんかね、ちっちゃい星がいっぱい入ってて可愛い。これはね、手作りって聞かれるんですけど、全然通販で買いました。ブルベ美人、私ブルベなのかな。なんかさ、ブルベ夏のコスメ好きなんだけどさ、ちょっとわかんないんだよね、ギャル。ああ、私もギャル JK でいたかったよ。爪ね、伸ばしてるの今、綺麗にしたくて。今2週目なの、ドラクエ。見せていいのかな、一瞬いいよね今ね。あ、やばいやばい。今ね、神と出会ってね、教会にいるとこで。 MBTI は何ですの？あのね、 ESFP なんだよね、実は。実はさ、ESFP なんですよ、こう見えて。なんかエンターテイナーなの、愛っぽいじゃん、めちゃくちゃいいだった。でもね、やってないからわかんない。最近やり直そうかな。なんか質問の意味が難しくて、全然違う答えになってるかもしれないし。うん、ああやだな、本当に声出ないの。声で出ないっていうか、歌歌えないのがすごく嫌。私さ、本当に NGT 入ってから歌好きになったなって思って。なんか加入前はそんなに好きじゃなかったし、歌ってる時の自分の声が結構嫌いだったんだけど、今はめっちゃ好きなんですよ。自分で言うのもあれなんだけど、絶対歌に関しては上達してると思う。なんか別に自分の歌声がめちゃめちゃ自信あったわけじゃないんだけど、もう今は結構自信ある。これまでいろんな公演とかコンサートとかあったけど、自分のソロがないことがちょっと悔しくて、いつも。なんかソロで歌う機会がもっともっと増えればいいなって思う。だから私、大人になる前にが本当に好きで、だからこの前風邪ひいてて全然うまく歌えなくてすごい悔しかった。わあ、6位になってる、ありがとうございます、嬉しい。6位だって、前10位ぐらいで終わったのに。そう、僕はなぎちゃんの歌声の声質好きですよ、嬉しい。そう、そうなんです、私すごく歌うのが大好き。うん、
5位までいけるかな。でも結構ね、5位の人とね差がね大きいからきついかもね。なんか前座の曲もっとソロっていうかソロで歌えるような曲いっぱいあればいいのに。ジュンヨロも好き。ジュンヨロセンターをしてるんですけどジュンヨロのセンターソロがあってそれもめっちゃ好きです。歌う前いつもドキドキしちゃうんだけどね。みんなのコールがさ大きくてさ全然自分の声が聞こえないから、聞こえてるのかどうか心配になる時があるけど、ね、私もうどうしても純情主義が歌いたい。私あの曲大好き。ああ抑えなくていいよ。あのね、その私音響さんに頼んで自分の声大きくするように頼んでるから、みんなが抑える必要はないから大丈夫。うん、大丈夫大丈夫なんか私純情主義とかそういう大人っぽい曲が好きです。テモデモも歌いたいですよね。いろいろやりたい曲がいっぱいあるけどできるのかしら、できる機会はあるのかしら。空き缶、空き缶はねすごいね歌いやすいんだけどね、でも難しそう。やば、あと10分だ。本当にイベントって怖い、恐怖が勝っちゃう。ああワルキー、ワルキーね今覚えてるんだみんな私が歌うワルキーそう。ワルキーの衣装着てみたい。ワルキー可愛いよね。でもさ私さブースティー祭りでめっちゃ可愛いなって思った曲があって、突然 Do Love Me っていうHKT さんの曲なんだけどめっちゃ好きで、マジであんなに可愛い曲あるのってくらい好き。
めっちゃ可愛いよね本当に。歌いやすいかとかそういうあれは置いといてめっちゃ好きなんですよ。なんでだろう、めっちゃ好き。でもなんか HKT さんっぽくないよね、ドゥラブって。けどめっちゃ好きで、初恋バタフライもめっちゃ好きで、私初恋あのブスティのパートが授業中教室の壁をだったんですけど、もうレコーディングの時からめっちゃ楽しくて歌うのが、そう本番も必死に自分の声をこうやってあ私の声聞こえるみたいな感じで聞いてました。授業中教室の壁を急にひらひら飛んでる、超かわいい。あんな風に君のそばに行きたい。レモネード早く生で聞きたい。おお、あれ NST ってさ生歌じゃなかったっけ。あれ収録した声だったのかな。えどうだったっけ、生だよね。あれ記憶ない。あれはね生歌だったよ確か。レモネードもいい曲、かわいいし。NGT 全部生歌ってすごいよね。かぶせなしの。なんかだんだん慣れてきちゃったよね。でも どうしようこの後の配信。10時から11時半かな多分。あーお風呂入りたいかも。でもさメイクしてたい。あー7位になっちゃった。でもすっぴんで配信したくないんだよね。カラオケありだね。いや声がそうイベント中にさスピン配信できるだけしたくなくない、なんか。メイクしてたい。もう夜ねもっと声がガラガラになるから。こんばんは。スピンフメイク結局落とさなきゃいけないんよそれは。
やー、イベントって本当に苦手。このさ、順位が見れちゃうのが良くない気がする。こういうものなんでしょうけど。メイク配信ねえ、メイク配信もさしたいんだけどさ、なんかさ、アイドルとしてさ、メイクしてる姿を見せるのはいいのかどうかっていう、自分の中で真面目、変なとこで真面目。やばい、壇上読みます。13位函館の和也さん、ありがとう。12位新潟風さん、ありがとう。11位パックさん、ありがとう。10位カズさん、ありがとう。9位シュンさん、ありがとう。8位ケンツさん、ありがとう。7位スパローさん、ありがとう。6位リョウスケさん、ありがとう。5位トーゴさん、お、ありがとう。4位文生さん、3位マスルさん、2位テラハヤさん、1位メープルナーくんです。ありがとう、いっぱいいっぱい頑張ります。頑張るよ。あと1週間か。わー、ありがとうね。また何時間後、2時間後、1時間半後に会いましょう。楽しんでね、行きましょうね。楽しみ。多分ドラクエします、ずっと。ひたすらドラクエしまくる配信。マジで実況したいと思ってて、ありがとう。じゃあまた後で、バイバーイ。